僕らはずっとずっと優しい心を壊してしまわないで DVD いかがですか？岩井島のビアチャーひじきいかがですか？大丸ケンジどうぞ朝子ハウスへお寄りください。さよなら原発ライブを行いたいと思います。イ・ジョンビさんのライブとなります。それではイ・ジョンビさんよろしくお願いします。皆さんお疲れ様です。全国からようこそれ様でした。伊藤美です。ウェルカムコンサートを、始めます。楽しく盛り上げたいと思います。よろしくお願いします。一緒に演奏するのはピアニストの武田由美子金ちゃんです。こんにちは、よろしくお願いします。
一番最初にセノヤっていう韓国の歌を歌います。セノヤっていうのはせーのという、船を漕ぐ時の掛け声なんですけど、セノヤ日本語の、歌詞の意味を、ご紹介してから歌います。セノヤ、山と海に私たちは生きて、山と海に私たちは帰る。セノヤセノヤ、嬉しいことならばあの山に差し上げて、悲しいことならば海や山の神に捧げる。セノヤセノヤ、嬉しいことならば海に差し上げて、悲しいことならば私が受け取る。
これ多分皆さんよくご存知の、
与謝野晶子の君死にたもうことなかれに曲をつけました。聴いてください。ああ弟よ君を泣く君死にたもうことなかれ、末に生まれし君なれば親の情けは勝りしも、人を殺せと教えしや、人を殺して死ねよとて、二十歳までを育てしや。上映会やってます。福島語るという土井敏邦さんの映画をご覧になりましたか？ご覧になりましたか？あの映画の最後に、
私が歌ってる「ああ福島」っていう歌が流れるんですけども、その歌は武藤瑠衣子さんのこうメッセージを元にして、その中の言葉をこう選んで曲をつけた歌なんですけど、あんまりコンサートとかでは歌わないんですけど、その映画、そして神田香織さんの「福島の祈り」という、講談の最後にもこの歌が流れています、どっかで聞いたことがある、かもしれません。福島、ああ福島を歌います。今日瑠衣子さんも来てるんだよね。瑠衣子さんはどこですか。ああ武藤瑠衣子さん痩せちゃって誰だか分かんなかった、ああ福島を歌います。山は青く水は清らかな美しき我がふるさと、東に海を望み果実はたわわに実る、この目の稲葉ゆえその向こう山々が淵取る、福島、ああ
韓国の歌をもう一曲歌います。奪われしのにも春は来るのか、ペアキンクレドホムノムンガ。これは1923年にイ・サンバーという詩人が書いた詩で、今の福島のように、もうその時代の朝鮮の本当に美しい田園風景をただただ描いている詩なんですけど、最後に、だけど今は脳を奪われ、春さえも奪われようとしているというフレーズが出てきます。でここをね、今日皆さん一緒に歌ったらどうかなと思うんですけど、歌ってくれますか？ありがとうございます。これね、朝鮮語で歌いますね。クロナチグムン、クロナチグムン、クロナチグムン。だけど今はホムン、あ、ごめんなさい、トゥルペアッキョ、トゥルペアッキョ、脳を奪われ、ポンチョチャ、ポンチョチャ、ポンチョチャ、春さえもペアンネ、ペアンネ、ペアキゲンネ、ペアキゲンネ。あ、難しい、ちょっと難しいかな。歌ってみます。黒のチグメンテルルペアンヨポンチョチャペアンネペアキゲンネ。はいはい、奪われしのにも春は来るのか。
最後にもう一曲歌います。
常に武田由美子欽ちゃんと非常にでした。ありがとうございました。大丈夫ですか、今日はなんかこういうところでアンコール珍しいですけど、ありがとうございます。じゃあ韓国も、すごいんですね。キャンドルデモとかもう何万人も集まっちゃうんですよ。で今日も皆さん本当に良かった、私もここに参加できて本当に良かったです。韓国でもうみんな集まると必ず歌う歌があるんですけど、朝露っていう歌を歌います。ご存知の方一緒に歌ってくださいね。
ました。たくさん無駄ありがとうございました。本当に素晴らしい歌声をありがとうございます。このすごい誇りの風の中でしたけれども、もうみんなで一体となった感じがします。飯島美さんにもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。それではですね、班から集会を始めてまいりたいと思います。3.11 から8年経った今でも、まだ福島には帰れない人たちがたくさんいます。そして福島事故も全く終わってないにもかかわらず、粛々と原発再稼働をしている。そして沖縄では県民投票ではっきりと示された辺野古新基地建設反対の民意を無視して、安倍政権は土砂投入を始めています。こんな人命軽視、人権軽視、そして自然破壊の安倍政権、私たちは許すことはできません。皆さん力を合わせましょう。本日の司会を務めさせていただきます、菱山直子です。よろしくお願いします。それではただいまより 3.21 さようなら原発全国集会を始めていきたいと思います。まず最初に開会の挨拶。開会の挨拶は呼びかけ人でルポライターの鎌田聡さんにお願いしたいと思います。鎌田さんお願いします。皆さんご苦労様です。天気予報は雨というふうに言ってましたけど、見事に晴れ渡って、そして春の嵐といいますか、なんとなくやってやるぞというような気分になっています。この春が来たという感激と、原発を潰すぞという思いと一緒になった集会として、これからやっていきたいと思います。最初に、悲しいお知らせが一つあります。経済産業省の前でテントを張ってもう7年半頑張ってきたテントの代表者、七上太郎さんがおととい、亡くなりました。78歳だと思いますけど、最後まで原発潰すぞという張り切っていました。そしてまあ今日集会が終わったらまた、お見舞いに行こうと思っていたんですけど、こういうふうな形で私たちの仲間が、まだ原発を潰しきれないうちに亡くなっていく、本当に私たちがまだまだ頑張りますけど、とにかく早く原発は潰す、廃炉にする、そしてもう原発のない安心して暮らせる社会にするというふうなことが子孫から、未来の子孫から託されていると思います。私たちも病気になったりいろんなことがありますけど、とにかく力を尽くして頑張っていきたい、そういうふうな、思いで、今おります。これまで原発は例えば小泉市長、鳩山市長、細川市長、菅首相、野田首相というふうな形で、日本の最近の政権担当者が責任を持ってもう原発はダメだと言ってます。ところがどうですか、安倍首相は一切判断できない、脱原発ってことを考えられない、まだ2030年でも 20% という馬鹿げたことを言ってる、こういうふうな首相を私たちは首相として認めていなくちゃいけない。とにかく今は国の方針でがむしゃらに再稼働してる。例えば青森県の大間原発を作ろうとしている電源開発の社長でさえ、これは国策だからやってるっていうふうに言ってます。もう全部原発は論理的にも倫理的にも全く破綻してしまってる。原発のメリット何か、何もない。ただ自分たちが儲かれば人が死んでも構わない、こういうふうな
全くモラルを欠いた主戦度みたいな思想でやってる、それを支えているのが政権です。政権が辞めるというふうに決着すれば、未来に対して責任を持って決着すれば、原発はやる必要が全くない。それを妨害するのは誰か、安倍内閣だ。安倍を とにかく倒す。辺野古を見てください。辺野古の基地はもういらない。沖縄の人たちが70数%ももういらないと言ってる。それでもなおかつ毎日毎日あの海に土砂を積んでる。そしてジュモンが死んでる。こういう政権を許されるか。そして今度は東海第二稼働、第二原発が稼働する。40年経った原発をあと20年もやるっていう、こういうことが規制委員会を許可する。規制委員会はただ条件を審査して合格したということだけであって、責任は取らない。事故が起きらないとは保証しないということを言ってる。とにかくこういう無責任の世界が私たちの社会の中にある。トランプが風邪をひけば安倍がくしゃみをする。全門の虎、肛門のトランペット、こういうところに私たちいる。ああいう人にノーベル賞をやってくださいっていう、そういうごますり師匠もいらない。とにかく私たちは沖縄の基地は絶対作らせない。あの自然を守る。そしてこの私たちの故郷、私たちのふるさと、そしてこの私たちが住んでいる世界、これは絶対再稼働を許さない。天から線へ、線から面へという形で地方自治体で頑張っていく。皆さんが住んでいる自治体でとにかく原発再稼働をするな、東海第二原発の再稼働を認めないということを、どんどん自治体に、市長に、県議会に、市議会に、村議会に伝えてください。そういう行動を今日から起こしてください。とにかく春の嵐をついて更新で頑張りましょう。頑張っていきましょう。原田さん、どうもありがとうございました。それでは福島からの発言に移らせていただきます。福島から、福島原発国訴団フリーライターの人見弥生さんです。お願いします。はい、皆さんこんにちは。私は福島県から参りました人見と申します。今日はね、どういう立場で話されますかって主催者の方に聞かれて、私の肩書きって何だろうなと思っていろいろ考えたんですけど、3.11 の後は原発いらない福島の女たち、そして福島原発国訴団、同支援団、あとは放射線教育に反対する福島アクションプロジェクトのメンバーでもあります。そしてどんどん私の活動は増えていきました。昨年はモニタリングポストの継続配置を求める市民の会というものもできて、そちらにも関わらせていただいております。活動はどんどん増えるばっかりです。そしてどれも終わりません。というのも何一つ解決していないからです。問題は増える一方で解決していかない。それは何なんだろうって考えると、やっぱりその原発事故が終わっていないからなんですね。先ほど司会の方が事故は終わってないっておっしゃってくださって、とっても嬉しかったんですけれども、原発事故から8年っていう言い方をずっとここのところ報道でされていますけれども、事故から8年じゃ全然ないです。今もまだ放射性物質があそこからもくもく出ている状態です。例えば山火事でね、まだ火が消えてなくって煙がもくもく出ていたら山火事継続中ですよね。はい、それなのに原発事故はもうまるで終わってしまったかのように、復興だとか安心だとか基幹政策だとか、そういったものだけがどん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 推し進められていて、私たちがいや本当は被害があるよねっていう声、不安に怯える声、
そうしたものは風評だとか福島差別だとか言われて、まるで私たちが悪いかのように思われています。とても理不尽なことだなと感じています。ねえ、はい、昨年そのモニタリングポストを福島から撤去したいっていう動きが始まった時もあまりにも理不尽でびっくりしました。福島県には今3000台のモニタリングポストがあるんですけれども、それを避難地域以外の2400台全部撤去したいっておっしゃってるんです。観測用に残している過半型っていうのは残すんですけど、リアルタイム線量計というその場にこう文字盤があって何ベクレルかな、何マイクロって かがすぐ分かる、その瞬時に分かるものをから撤去したいって言ってる。なんか不思議な話ですよね。そんなにね、福島県にモニタリングポストがあることが目障りだったら、いっそね、木を隠すなら森の中とも申しますし、日本中にモニタリングポストをいっぱい建てたらいいって私は思うんです。ねえ、全国に原発がこれだけある以上、日本全国にモニタリングポストを建てて、何かあったらすぐに分かるんです、リアルタイムで分かるんですってアピールする方がね、日本にとっての安全対策だと思う。2020年のオリンピックにはね、日本はこうやって皆さんの安全を守っていますよという意味でも全国に建てたらいいんじゃないかと思う。それなのに福島からだけその撤去しようという動き、これは本当におかしなことだと思って、今その市民も、それから実はの地方自治体もすごい頑張ってくれていて、国に対して撤去の反対っていうことを随分と請願として挙げてくださってるんです。で、市民と行政がタッグを組んで反対している数少ない事例なので、まあ、これは絶対に負けるわけにはいかない戦いということで、これからも大きな声にしていきたいと思っています。皆さんも応援していただけると大変嬉しいです。そしておかしなこといっぱいあります。去年はね、汚染水を処理して海洋に放出しようなんていう動きが夏ごろ動きました。それこそ本当みんなで反対しました。公聴会が福島で2回、東京で1回開かれて、44人の公実人が42人まで反対しました。2人だけ賛成しちゃったんですけどね、2人の方はちょっとなんか利害関係のある方だったらしくって、もうほとんどの方がどんなに薄めても放射性物質が残ってる以上拡散しちゃいけないということを主張してくださったんです。それは本当当然の当たり前の声だと思います。で、一応今のところちょっと若干止まってはいるんですけれども、これもまた最近の報道だとタンクは限界とかいうのね、東電側の言い分をそのまんま書いてる報道がいっぱい出てます。おかしいと思います。タンクは限界じゃないです。もっと作るところいっぱいあります。タンクに貯めてちゃんと処理できる方法が開発されるまで待つべきなんです。そういうことをね、福島県の一部の人が反対してるんじゃなくって、全国が反対してるんだという声をぜひ盛り上げていっていただきたいと思っています。こちらもぜひよろしくお願いいたします。ね、今日入り口のところで放射線教育の反対の署名とかありましたけれども、おかしなこといっぱいあります。汚染土焼却灰をこれから全国の建築に使おうなんていう動きもあります。それまたおかしいですよね。今笑い声起きましたけれども、本当おかしいと思う。8000ベクレルなんで勝手に基準を上げないでいただきたい。それなのに環境省はね、それこそ笑い声を上げながら被爆を全国で受け入れるべきだなんてことを話し合っている秘密会の状況がなんか最近分かってきましたよね。毎日新聞日野記者が暴いてくださって、そういったことも分かってきて、おかしなことを国が一生懸命進めてるっていうことが今明らかになっていると思います。そしてこのおかしな状況がいっぱい続いているのは、なんといってもその原発事故の責任を誰一人取っていないということだと思うんです。ありがとうございます。今日も厳正判決を求める署名を集めてますけれども、私たち東電の責任というものを追及してます。裁判にかけたことによって明らかになった事実というのもいっぱいあります。勝又さん、竹黒さん、武藤さん、みんな知ってたのね、知らんぷりしてます。私は知らなかったとわざわざその裁判で嘘の証言もしてます。はい、そういったこと絶対に許さないように、9月に出る判決では必ず有罪を勝ち取れるように、ぜひ皆さん署名にご協力をよろしくお願いいたします。そして
これから続く地方統一選挙参院選で原発政策に反対する候補者を必ず私たちの手で当選させ、安倍政権にノーを突きつけましょう。はい、以上福島からのアピールとさせていただきます。ありがとうございました。上さん、どうもありがとうございました。それではもう一方お願いしたいと思います。避難の共同センター、共同センター世話人の熊本美也子さんです。お願いします。皆さんこんにちは。私は避難の共同センターの、世話人をしております。で、私は避難者の一人でありまして、でちょうど私は田舎暮らしをしたいと思って福島に移住をして8年目で原発事故に遭いました。そして今東京に避難していてちょうど8年目です。丸々8年ありました。この8年の間に私が何を感じていたかと申しますと、日本は民主主義国家だというふうに私は思っていたのですけれども、この8年の日はそれをの信念が揺らぐ毎日でございました。今厚労省が統計の問題でいろいろと話題になっておりますけれども、原発の事故に関してもやはりこの数値をいじるということが多々ありました。でその一つを申し上げますと、例えば、公衆というのは1年間に被曝限度が1ミリシーベルトであると。で事故前はですね、この1ミリシーベルト、つまり1000マイクロシーベルトを365日で割って、それから24時間で割って、それが1時間あたりの値であると。その値というのは 0.114 でした。で事故の後に何があったかと申しますと、事故の後はその値が 0.23 マイクロシーベルトであると。つまり事故後2倍になってしまったのですね。でそれは一体どういう作業でそうなったかと申しますと、屋内に避難していると原発の放射能を受ける割合がカットされる。で事故前はそれが1割でした。ところが事故後は6割がカットされるという数値になったのですね。でそれが 0.23 マイクロシーベルトです。だけれども、あの大きな地震でもって木造家屋は揺さぶられて歪みました。その木造家屋がどうして放射線を6割もカットできるでしょうか。で現に私が1年後に自分の福島の家の測定をしたところ、家の中も外も同じでした。今原子力規制委員会は去年の10月に原発の事故が起きた時に1週間は100ミリシーベルトまで平気だと、でその100ミリシーベルトを超えたら避難する、超えなかったら屋内でいなさいという方針を出しました。この方針を家の中に住んでいたら6割カットするということで計算しますと、なんと1時間あたり1488マイクロシーベルトまでいいということになるのですね。で8年前に原発の事故で記憶が残っている一番高い数値、これはサイト外ですけれども、双葉町で1590マイクロシーベルトでした。この数字を比べてみると、みんな本当に避難できるのだろうか、今度事故が起きた時に避難などできないということになるのではないかと思います。で政府は
避難などするなという方針であるかのようです。原発の事故というのは非常に長い時間がかかります。それなのに2年前にもう避難者、区域外の避難者、避難しない人たちに対して避難が来た人たちでも、避難のしろと言われないで避難した人たち、これは自主避難者と言われますけれども、その人たちに対する政策というのは、私はその避難させたくない政府によって見せしめのような政策を取られていると思っております。で、2年前の住宅の提供打ち切り、それから今ちょうど国家公務員宿舎に住んでいる世帯の人たちが、国家公務員と同じ使用料を払うことによって2年間の延長が認められていたのですけれども、その期限がこの3月で来てしまいます。この人たちはもし居座れば、出ていかなければ2倍の使用料を請求されるという契約になっております。で、それから民間の住宅に対しても21万4千円というその収入制限がある方たちのみですけれども、今まで福島県が独自に家賃補助をしておりました。で、それもこの3月で切られてしまいます。国家公務員宿舎にいる人たちで出て行けと言われている人たちは150世帯いるのですけれども、その人たちのうち70世帯がまだ行き場所が決まっておりません。で、このような政策というのは正しい政策と言えるのでしょうか。そう、皆さんが素直にこう感動してくださって本当に嬉しく思いますけれども、本当にそういう政策をですね、今の政府、それから福島県はやっているのですね。で、このような動きというのはまさに私たち、その避難しろと言われて避難したわけではない避難者がどういう目に遭うかということを見せしめとして政策を決めているのではないかと思われて仕方がありません。しかし私たちはこのような政策に対してきちんと答えを出しております。それは避難しろと言われて2年前に避難したけれども今解除になっている人たちが今福島にどのくらい戻っているか。で、これは本当言うと帰還率だと思うんですけれども、それが今居住率という言葉で報道されております。その人々の数は 20% です。で、この数字そのものが私たちの答えだと思っております。私たちはやはり避難を続けたい。今政府や福島県は年間20ミリシーベルト以下ならば健康に害がないと、そういうことを言いますけれども、それを立証してくれるところはどこにもありません。私たちは自分たちの本能の力で本当の真実を見つける目を持っているという具合に考えております。この真実の目を持ってこの不合理が直すこともできないものではないと、絶対に私たちはこの真実の目を持って原発のない新しい世の中にしていきたいと思っております。皆様どうぞ私どもに力を貸していただきたい。ご一緒に進みましょう。どうもありがとうございました。そして
ていう言葉が今日はあんまり出てこない私がいます。ご存知とは思いますが、経産省前テント広場の代表の淵上太郎さんが昨日の朝亡くなりました。本当に悔しいし、でも私たちの悔しさと比較にできないほど淵上さんご自身も無念さをかみしめておられたと思います。あの激しい怒りを秘めながら、普段はとても照れ屋な淵上さんだったと思います。ここに来る途中で私は淵上さんとどこにいるんだか分かんないけど、私たちもうちょっとここで頑張るからね、そしたらそっち行くからさっていう思いを約束をしました。ところがどうでしょう、この国の首相は4000論まで出ているんです。あんな人にまだいてほしいですか、私たちは。もう今だって嫌だけど、そろそろさよなら言いたいな。本当ですよね、言いたいですよね。そして彼の大好きな言葉に寄り添うという言葉があります。お前に寄り添われたくないよって心から思うんだけど、寄り添うの意味を教えてください。どなたか、通常は痛みを共有することです。寄り添うとは、沖縄に寄り添うだって、県民があれだけノーと言っている現実があるのに、福島に寄り添うだって、まだまだ苦しんでる方がこんなにいる状況であるのに、悔しいじゃないですか。本当に無念ですよね。私たちが変えなくて誰が変えることができるんですか。ここに立つと思います。2年前の3月でしたっけ、やはり集会で途中で雪が降ってきたのは、最近何年前っていうのはよく覚えてない私がいるんですが、うわーって叫ぼうと思ったら口の中に雪が入ってうまく言えなかった自分がいますが、いろんな人がいなくなってます。淵上さんもそうです。私が若い時とても大好きだった雑誌噂の真相を出していた岡留もいなくなってしまいました。いろんな人が踏ん張って踏ん張って、そしていなくなる現実の中で、やがて私たちもそうだけど、今は頑張りましょう、明日のためにです。この社会を手渡すために今は頑張っていく私たちでありたいと思います。言葉って何だと思う？言葉にならない思いがここにあると指さすのが言葉だと歌ったその詩人もいなくなっちゃったけど、詩人がいました。若い時私は人生って呆れるほど長い長編小説だと思ってましたけれども、今74歳になって人生って呆れるほど短い短編小説なんだって自分で思ってます。あと何ページ残されているかはわからないけれど、この最後の数ページの中で答え出しましょうよ。こんな政治は絶対絶対許さないという私たちの思いを選挙の年です、はっきりと出していきたいと思います。ありがとうございました。おしえさん、どうもありがとうございました。それでは続きまして、東海第二原発再稼働についてお話しいただきたいと思います。東海村村議会議員の阿部浩志さん、お願いします。皆さんこんにちは。今日風が強いですね。この風で東海第二原発が爆発した時に、こっちに向かって風が吹いたら間にせいぜい筑波山しかありません。関東平野をつるつる風に乗ってこの辺までも来ますからね。110キロぐらいしか離れていない東海第二原発が去年の11月28日で40歳になりました。皆さんご存知のように20年の運転延長申請が認められてしまいました。で、
いつから動かすか、2021年の3月と言っていたのですが、それまでに作る防潮堤が時間がかかるんでしょうか。2023年の1月に防潮堤完成の予定と言われています。とすると、その後すぐに動かしてもせいぜい15年しか動きませんよね。原電の年間の純利益はこのところ平均して17億円だそうです。そして今日はまあお金の話をしますけども、安全対策工事にかかるお金が1740億円と言われていましたけれども、他のいろいろの設備を追加したのでしょうか、3000億円に増えてしまいました。3000億円には廃炉の費用1800億円は含まれておりません。ですから原電は一体どうやってお金を工面するのでしょうか。そしたら東京電力や東北電力がお金を出すというふうな話になってきてますね。東電は福島第一の事故の処理、被災者に対する補償、これを最優先しなければならないはずですが、それをほったらかして被災者をの支援を打ち切って、そして日本原電の東海第二原発を動かすために1900億円にも上る支援をしようとしているんですね。とんでもないことだと思います。そんなことは社会正義上許されるわけがありません。その1900億円ももし東海第二原発が再稼働しないとなったら、まるまる焦げつくわけですよね。東電の支援者はそういうのを許すんでしょうか。それだけいい加減な東電ですけど、このところ実は新しい制度が発明されてしまいましたね。それが電力容量市場という制度だそうです。経産省が大発明しました。これはですね、1キロワットで1万円を渡しますという制度なんですが、設備容量に応じて金を渡すというもので、まあ要するに老朽原発を救うための制度なんです。ですから東海第二原発は110万キロワットですから、年間何もしなくても110億円が入ってくる。何もしなくても110億円が入ってくる。これ2020年あたりから始まる。ですから東海第二原発は動いていませんけども、毎年何もしなくても110億円入ってくるという制度が経産省によって作られました。これどこに財源があるのか、これは皆さんの私たちの電気料金に上乗せされます。すごいことを経産省はやりますね。こんな反社会的勢力を野放しにしておいていいのか。我々の電気料金がいつの間にか知らないうちに上がっていくという、これを多くの人知らないからまあいいかなと思ってるのかもしれません。だから私たちに本当に必要なのは、ここにいる方だけじゃなくて多くの人がこういったからくりについて気づいて、そしてそれはおかしいじゃないかという声をどんどん上げていくことだろうと思います。ここにいる方は関心が高い方ばかりですが、東海村をはじめ多くの国民の方々は必ずしも情報をきちんと手に入れておりません。ですからなんかよくわからないうちにどん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 話が進むというような状況なんじゃないでしょうか。私たちはそれを多くの人に知ってもらうためにデモをやったり情報を発信したりして努力してるんですが、なかなか皆さんに分かってもらえない。これは私は議員としても非常に厳しいところがあると思っております。さて今お金の話してきましたけども、他の問題としては新安全協定というのがありますけども、
新しい安全協定が東海第二原発に限って、作られました。去年の3月ですけども、これは東海村のほかに周りの5つの市の首長さん市長さんの同意を得なければ動かせないよというふうに、まあ、私たちは理解してますけども、原電はその辺のところは曖昧にしていますけども、でもこれも首長さんが本当に本気になって頑張ってくれないと、まあいいかになってしまうと動いてしまいますから、私たちも首長さんに強く迫って応援して何とか止めたいと思っております。それからもう一つ大きな問題は避難計画の問題です。広域避難計画を今茨城県とそれから周辺の30キロ圏内の市町村で作っていますけども、周辺30キロにはご承知のように96万人が住んでいます。96万人が事故の時には避難しなければならない、これはどう考えても不可能です。1万人だって大変なものを96万人、バスはどうするんだ、茨城県内のバスが全部来ても足りない、道路の渋滞はどうする、もし橋が地震などで壊れたらどうするんだ、複合災害が起こったらどうするんだ、いろんな問題があるんですが何一つ十分に解決されておりません。でもニュースを見ると3つの市だけが避難計画を策定しましたって報道されてしまうんです。3つの市というのは笠間市というのと常陸太田市、常陸大宮市という3つの東海原発に近い市なんですけども、しかし中身はその計画はスカスカです。全然策定できたなんて言えた代物ではないんです。それは担当者も分かってるんですけども、でもニュースに載ると3つの市だけは策定できましたとされてしまうんですね。そういうからくりがやはりニュースなんかにはあって、それを聞いた多くの人は、ああ策定できたのかと思ってしまうわけです。こういったからくりもあるものですから、やっぱり正しい情報を多くの人に伝えるということが大事かなと思います。そして首長さん、あるいは地元の議員さんでも何でもどん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 迫って厳しい声を届けてください。直接それはやっぱり大きな力になります。そして何よりも私たち自身の問題だというふうに多くの人が自分の問題として捉えること、そういうことによって世の中の動きというのは変わっていきます。自分事として捉えるように私たちは頑張っていきたいと思っております。皆さんも一緒に手を携えて頑張りましょう。ありがとうございました。ここで皆さんにカンパのお願いです。集会ですね、年に2回やっておりますけれども、本当にたくさん費用がかかります。今からカンパ隊が回りますので、皆さんどうかカンパの方よろしくお願いいたします。それでは続きまして、原発ゼロ法案を国会で進めております、事務局長の山崎誠さんです。お願いします。どうも皆様こんにちは。ご紹介いただきました、立憲民主党衆議院議員の山崎誠でございます。本当に今日は大勢の皆様にお集まりいただきまして、ありがとうございます。日頃から、私たちが提案しています原発ゼロ、応援いただきまして本当にありがとうございます。去年3月の9日に原発ゼロ基本法案というのを取りまとめまして提出をいたしました。その後この集会にも参加させていただいて、その時は実は大雪だったんですね。今日は、いい天気ですけど風が強い、1年がもう過ぎてしまってます。じゃあ国会は何をしているかと言いますと、私たち原発ゼロ基本法案、野党4党プラス何人かの有志の議員提案者になりまして出しました。去年の3月9日に出して、通常国会にかかったんですね。で皆さん国会の仕組みとしてですね、この法案を審議する委員会っていうのが決まります。で今経済産業委員会、私もその委員ですけども、
経済産業委員会にかかりました。それで通常国会、実を言うと皆さん記憶にあるかどうか分かりませんが1ヶ月延長したんですね。で、経済産業委員会はですね何の審議する法案もなくて1ヶ月間会見休業だったんです。で、私たちのこの原発量基本法案を審議しろと、当然時間はたっぷりあるし審議できたはずなのに拒否したのはどこですか？自民党、公明党です。ねえ、我々は別にね、極端な話で賛成してくれとは言ってないんですよ。ね、でも堂々と審議をしてね、皆さん向こうが言っている原発が大事だという政策と我々が言っている原発を止めて再生可能エネルギーに切り替えようっていう政策、どっちがいいかを国会議論する場ですもんね。ねえ、だからそこにまずかけましょうって言っているのに審議拒否しているのは自民党、公明党です。どうか皆さん。でその後臨時国会もあったんですよ。で臨時国会あったんですけど、ここもですね経産委員会何もやることがなかった。会見休業、そのまま終わりですね。この原発ゼロ基本法はずっと審議しなさいっていうことでかかってるのに一切審議せず。でね、自民党公明党ひどいんですよね。普通その会期が終わったらですね法案どうするかって処理を決めるわけですね。で会期が終わったら廃案になる法案もあるんですよ。廃案ね、もう終わりです、審議できなかったけど終わりです、審議継続ってやるわけですよ。だから廃案にもしないんです。要はとにかくこの原発の問題に触れたくない、何らか意思表示をすれば国民の皆様にそれが伝わってね、不都合だからもう本当に棚ざらしなんです。それが今の状況で今の通常国会にもかかったまんまぶら下がっています。なんとかこの風向きはもう完全にですね原発ゼロで再エネやろうっていう動きになっている。だからチャンスは私は着々とその時は来てると思うんですが、いかんせん今も選挙もいろいろありますしね、自民党公明党は新規拒否を続けるかもしれない。どうか皆さんにお力添えをいただいてこの審議をしなさい、言ってください、ね、地域の近くに政治家いらっしゃると思います。自民党公明党もいるでしょう。ぜひ審議ぐらいしたらいいんじゃないかと、で一人でも多くの方に声をかけていただきたいというのがお願い。私たちは原発ゼロ、そして再生可能エネルギーの世界を作る、今のさまざまなお話もありました、もう原発がどんなに悪いのかひどいのかっていうのはもう皆さん共有しているはず。安全、それから経済性、それから本当に環境面への与える影響、どれも原発はもう終わっています。世界でも終わっている、そういうものにしがみつくことを、これは政治の決断としてきちっとけじめをつけなければいけません。そのけじめをつけるための法案が原発ゼロ基本法案でございまして、どうか皆さんにありがとうございます。このご理解をいただいてですね、応援いただきたい。でこの間経済産業委員会で私世耕大臣といろいろやり合ったんですね。で原発ゼロは無責任だって彼は言うんですよ、ね、原発ゼロは無責任だ、原発依存が正しいエネルギーミックスだ、口が滑って言うんですよ。再生可能エネルギーだったら不安定で停電が起きてしまう、停電を起こしちゃうダメでしょって委員会で言うんですよ。北海道胆振東部の地震、嬉しそうに言うわけじゃありませんけど本当にブラックアウト起きたじゃないですか。もう巨大システムで原発に依存するようなシステムで発電するとああいうことが起きるっていうのがもう分かってるんですよね。でついでにもう一つだけ言わせていただくとですね、じゃあ安全だって言うけど、まあ試しに聞いてみました。じゃあ通常のミサイル攻撃を原発受けた時に大丈夫ですか聞いた、
いや、まずはイージス艦でね、迎撃します。PAC-3 でミサイルやります。でもじゃあ、私が言っているのは核兵器じゃありません。通常のミサイルね、小さなミサイルも構わないですよ。そんなもん23といっぺんに撃っていますよね。それが落とせるんですか？落とせないでしょ？ぶつかったらどうなんですか？当たったらどうなんですか？緊急停止しますから安全ですよ。本当なんですよ。そういうレベルの無責任な安倍政権、世耕大臣ですよ。ねえ、だからもう勝負はあった。ぜひともですね、この原発ゼロ基本法案、これをね、皆さんに応援していただいて審議をする。そしてこれを通す。そのためには選挙も大事ですので、今もう本当統一地方選挙、参議院選挙続いていきます。もうとにかくこの法案を我々は旗印に野党一致協力してですね、戦っていきますので、応援のほどよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。山崎さん、どうもありがとうございました。あ、本当に臨場感あふれる国会報告ありがとうございました。いや、本当に安倍政権マジやばいなと思いました。皆さん一緒に倒していきましょう。では今度は若い人たちからの発言に移りたいと思います。高校生平和大使の布川ひとみさんです。お願いします。皆さんこんにちは。第19代高校生平和大使と、高校生1万人署名活動東京支部の代表を務めております布川ひとみと申します。はい、ありがとうございます。本日は仲間たちと共に、登壇させていただきます。よろしくお願いいたします。まずはじめに高校生平和大使とは何かということについて少しお話をさせていただこうと思っております。高校生平和大使は1998年に長崎の市民団体のシンボルとして始まりました。現在では全国各地に広がって、核兵器の廃絶と平和な世界の実現を目標として活動を続けております。毎年スイスジュネーブにある欧州国連本部を訪問いたしまして、例えばこう自分たちの思いを英語でスピーチをしたりですとか、あとは1年間集めた署名をこう向こうにお渡ししたりですとか、向こうの平和の活動をしている方々とこう交流をしたりですとか、そのような活動を行っております。また6年前から、外務省よりユース非核特使に委嘱されまして、おととしの、国連の軍縮会議本会議の方でご代表者が発言をさせていただいたりなど、たくさんのいろいろな経験をさせていただきました。また昨年は、ノーベル平和賞にノミネートいたしまして、ありがとうございます。本当に皆さんのおかげで、支えられている応援のおかげで、本当にここまでいろんな方に知っていただいて、こう活動にも広がりが出てきているというふうに感じております。本当にありがとうございます。実はですね、私この2016年の9月のここの集会でもお話をさせていただいておりまして、その時は事実とか歴史というものを正確に知ることの難しさと、あとそれを知った上で伝えていくことの大切さについてお話をさせていただきました。ですがこうして3年間私もこういろんなことを経験したりこうするうちに、こうまたある一つのことに気づきまして、人の痛みを知るっていうこと、想像するっていうことの大切さというのを学んでまいりました。私事ではありますが、実は先日祖母が他界いたしまして、本当に大好きだった祖母だったので、こう、まあ、悲しい気持ちと喪失感と、こう大切な人を失うっていうその苦しさっていうものとか、こう当たり前に訪れると思っていた日常が当たり前じゃなくなるっていう、そのこう絶望感というか、そういうことをすごく実感いたしました。ですごく私はこう平和のことについていっぱい発言をする中で、人の痛みとかそういうものをこう想像して分かっているつもりだったんですけど、実は分かってなかったんだなっていうのをすごく感じて、で一人でも大切な人を失うっていうのはこんなにも悲しいことなのに、こう戦争だったり原発の被害だったり原爆だったり、そういうことで一瞬にして
自分の家族や友人、大切な人をたくさん失ってしまうその苦しさっていうのはもっともっと大きくて辛くて本当に傷が深く残るものなのだと思います。私の祖母は本当に自然にこう自然の成り行きといいますか、こう来るべきものが来たというような感じですけれども、こう戦争だったり原発の被害で亡くなった方っていうのは死ななくてもいい命だったと思うんですね。そういうものをこう奪ってしまう原発とかっていうのはやっぱりなくしていかなければならないというふうに私は思っています。こう命はやっぱり平等で、でも一つしかないからこそ輝いていて尊くて大切で、本当にそれを感じることができています。誰にも奪えない権利でありますよね。だからこそ私たちはこのような二度とそういう原発の被害、戦争の被害を受けないためにもこう一生懸命訴えていかなければいけない、声を上げていかなければならないというふうに感じております。本日は少しだけ、署名のメンバーにも意気込みだったり感想だったりというのを、話してもらおうというふうに思っております。少しお聞きください。はい、こんにちは、高校2年生の吉井と申します。僕が、意気込みとしては、やっぱ今僕たちのような若い世代がこういう原発とかこういうことに関心を持ってないって言われていますが、その中で僕たちが主体となってそれを変えていきたいと思って、こういう活動に参加しました。これからも皆様のご協力をお願いします。高校1年生の上原です。声を上げる大切さというものを周りの人にも示すためにこの活動をしっかり続けていきたいと思います。ありがとうございます。高校1年生の重松です。今動かなきゃ何も変わらない時代なので、僕も動いて何か変えていけるように頑張りたいと思います。署名活動をしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。これからも高校生一丸となって一生懸命活動に励んでまいりますので、皆様今日も署名このブースの方でやっております。ぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。本日は本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。もう一度大きな拍手お願いします。ブースの方も出していますので、ぜひ皆さんお立ち寄りになってください。ありがとうございました。それでは続きまして、本当に今沖縄の戦いかなり深刻なものになっております。沖縄からのご発言でプログラムには木村さんが書かれているんですけれども、変更になりまして、沖縄一坪帆船地主会関東ブロックの穂川美恵子さんです。お願いします。予定していたものが急病になりまして、私が急遽この会場に駆けつけました。私に与えられた役目は3月25日政権が予定しています、辺野古の海をさらに埋め立てるというそういう暴挙に対して東京で取り組みが始まってます。とりあえず私が今日ここで訴えたいのは、24日日曜日午後2時から東池袋公園で抗議の集会とあとデモを予定しています。24日東池袋公園で、その次の日25日月曜日朝9時から午後5時まで官邸前で座り込みの行動をします。そこにもぜひ皆さん時間の許す方はぜひいらしていただければと思います。で一応私の与えられたこの24日と25日、本当は23日22日といろいろあるんです。22日は大林組のへの抗議行動、大林組は今度のこの工事を請け負っている建設会社です。で23日は各皆さんの地域で行動が取り組みを行ってますけど、ちょっと数が多いのでここでは申し上げられません。
この集会のテーマはさよなら原発です。うちなんちの私に一言言わせてください。さよなら日本、沖縄からそう言いたい。この本当に悔しいんです。ジュゴンが殺されました。尾長知事を殺しました。誰が殺したか、誰が殺しましたか。沖縄のあの自然を奪い、空を奪い、米軍に74年前そのまんま居座らされて、そして基地がなかったら沖縄食っていけないだろうと平然と言われ続けて、そうやってそういう構想を、そういう組み立てを作ったのはどこの誰ですか。そして挙句の果てに日本の民主主義と沖縄の民主主義は違う、そうやって公言してはばかれない政治家がこうやって平然といるこのハレンチで残虐な国、本当に私は自己決定権を取り戻すために沖縄は今後ともやっぱりこのまま黙ってるわけにもいかないし、死ぬわけにもいきません。しかしこうやって大変圧倒的なマイノリティである沖縄のことを一緒にやっていこうとする心よき人々がまだいます、まだいます。そのために一緒に私は頑張っていきたいと思います。3月24日日曜日午後2時、東池袋公園デモもあります。そして25日時間の許す方は8時からあります、5時まで。でそこにはダンサーの牧瀬あかねさんという方が来て官邸前で抗議の舞を舞います。ぜひいらしてください。そして夜の集会のために稲嶺進さん元名護市長が駆けつけてくださいます。いろいろもっと話したいことありますが、5分間です。でも本当は言いたくないんです、さよなら日本なんて。でも言わなきゃいけないこの現実を皆さんはどう考えるか。沖縄が何をしたというんですか。何を悪いことしましたか。なんでこんなひどい目に遭うんですか。人間だけじゃなくて自然を、あのジュゴンをサンゴを私たちに返してください。以上です。河野さんどうもありがとうございました。こういった全てのことが安倍政権が暴走しているからこんなことになっているんですね。本当に一刻も早く倒さなければならない。そういったこの危険な安倍政権から、総係行動実行委員会の共同代表でもあります福山慎吾さんよりお話しいただきたいと思います。福山さんお願いします。ただいまご紹介をいただきました戦争させない憲法ファスナー総係行動実行委員会の福山であります。簡単に連帯の挨拶をさせていただきます。多くの方々が安倍政権の福島切り捨て無謀な原発推進政策について告発をしていただきました。安倍政権は破綻をしているにもかかわらず原発を推進しようとしています。こんな安倍政権の悪行を私たちは絶対に許すわけにはいきません。このような安倍政権の悪行は原発政策だけではなくて数え上げればキリがありません。一つは森友家計統計の不正です。森友家計の本質というのは税金をお友達にばらまくことです。こんな安倍政権許せますか。二つは国民の生活を無視をして軍事予算の拡大をしています。2019年度予算では5兆2000億円を超えます。イージス・アショア、F-34、 それから空母の建造、こんなもんで日本の平和が守れるんでしょうか。絶対に守れるはずがありません。3つ目は沖縄への基地建設の強行です。今岡間さんの方から提起がありました。沖縄県民の意思は明確です。絶対に辺野古に基地は建設をさせない、それが沖縄の意思であります。
そうした沖縄の意思を権力で弾圧で踏みにじろうとしているのが安倍政権です。こんな安倍政権絶対に許せません。4つ目はアベノミクスの失敗による実質賃金のマイナスと貧困格差の拡大であります。日本の相対的貧困率は OECD35 カ国中高い方から7位であります。貧困率は 15.6% で 6.5 人に1人が貧困ラインを下回っています。こんな政策しかできない安倍政権絶対に許せません。また5つ目は韓国や朝鮮人民共和国に対して過去の侵略と植民地支配の責任を忘れ、徴用工や日本語慰安婦問題などでナショナリズムを煽り続けています。こんな安倍政権絶対に許せません。6つは憲法改悪の動きです。戦争法で彼らは集団的自衛権の合憲化をやりました。これを憲法上で確認しようとしているのが憲法改悪であります。本質ははっきりしてるんです。米軍の弾よけに日本の自衛隊をあるいは若者を駆り出そう、これが憲法9条改悪の本質であります。こんな安倍政権許せません。安倍の支持勢力の中心は日本会議など親米右翼勢力です。彼らを支持基盤とする安倍は必ず憲法改悪を仕掛けてきます。このまま安倍政権の暴走を許せば日本は確実に膨大な財政赤字を抱え、ファシズム軍事大国になり破滅をしてしまいます。しかし現在の安倍政権も全国からの野党と市民運動の戦いの前に政策も行き詰まり、八方塞がりの状態になっています。今週皆さん方いくつかのマスコミの世論調査を見られたと思います。安倍政権の不支持率は高止まりのままです。そして毎日新聞やあの産経富士グループの世論調査でも支持率よりも不支持率の方が高くなっています。戦う野党と連帯をして安倍政権を政権の座から引き下ろすことのできる可能性が確実に私たちの前に見えてきています。未来に対する責任を、私たちの義務を、私たちの力を合わせて果たしたいと思います。総がかり行動の実行委員会の当面の取り組みは脱原発を戦うことを前提にして憲法9条の改悪阻止です。憲法審査会は絶対に開かすわけにはいきません。5月3日には10万人でぜひ大集会を開きたいと思います。それと辺野古の基地建設絶対阻止であります。私たちは先ほど穂香さんが告発していたように安倍政権の共犯者に我々は絶対なってはなりません。ならないためには今まで以上に沖縄と連帯することだと思います。3つ目は東アジアに平和を確立することであります。日朝、日韓、在日韓国、朝鮮の皆さん方と連帯をぜひしたいと思います。今日から地方自治体の統一選挙が始まりました。7月には参議院選挙があります。北海道の知事選挙は野党の統一候補です。皆さんぜひ野党の統一候補の勝利を勝ち取るため北海道の友人の皆さん方に応援要請をしてください。大阪も市長、府知事もあの安倍の別動隊の維新が候補者を立ててます。
維新と自公政権がこう2つに割れています。ぜひまずは維新を叩こうということで大阪の仲間に支援を要請をしてください。そして7月参議院選挙です。安倍自公政権の狙いは野党共闘を潰すことです。野党共闘を潰したら選挙に彼らは勝てると思ってます。しかし野党共闘は必ず成立します。憲法の改悪はさせない、原発はのゼロを獲得する、沖縄に基地建設は絶対させない、貧困と格差は絶対許さない、そうしたことで野党は政策協定を行います。そうした野党を支持して安倍政権を今度こそ政権の座から引きずり下ろしましょう。共に頑張りましょう。ありがとうございました。福山さんどうもありがとうございました。それでは皆さんにまたたびたびのお願いで申し訳ないんですけれども、寒波のお願いです。本当にこの寒波でこの集会成り立っています。まだ寒波隊がちょっとね訪れてないところはぜひ本部にも寒波箱もありますので、本部の方で寒波、そしてデモに行くとき、デモの最終地点でも寒波やりますので、ぜひ寒波のご協力よろしくお願いします。それでは続きまして、福島連帯キャラバンからの報告に移りたいと思います。代表いたしまして武田陽介さんお願いします。3.21 さよなら原発、全国集会に、お集まりの皆さん、お疲れ様です。私たち、福島連帯キャラバン隊です。私たちは、各労働組合、民主団体の、若い年齢層で、集まった、脱原発を訴えるということで、今年も3月、結成し、今年で6年目を迎えました。私たちは、3月14日、福島県いわき市に集まり、15日いわき市にある、放射性測定室タラチネというところに、訪問し、原発、放射線の、恐怖を、教えてもらいました。私も福島県いわき市というところに住んでいますが、福島県そのいわき市というそこの施設は、原発から50キロ圏内にあるところで、国は、30キロ圏内を、帰還困難区域としていますが、そこの地元のお母さんたちは自分たちの子供の遊ぶ場所は安全なのか、自分たちの子供が食べるものが、本当に安心して食べられるのかっていう気持ちから、できた施設です。原発というのはやっぱり人間を、本当にダメにするものだと思います。16日、茨城県の、自治体要請をしてきました。そこでは、東海第二原発の、広域避難計画、それはちゃんとできているのか、そういう要請をしてきました。自分、原発事故を経験したからこそ、茨城県が考えている、広域避難計画というのはやっぱりまだまだ甘いなと感じます。事故が起きたら誰もがみんな逃げたいと思うんです。その恐怖を、県は全然考えてないって自分は思いました。17日、現地視察して、帰れない、まだ原発被害で帰れないという、場所を見てきました。そこではやっぱり30キロという範囲でしか帰還
ができないということで、道路一本挟んだだけで帰れる人がいて帰れない人がいて、舗装を打ち切られた人がいて、そういう人たちの思いっていうのを国は全然理解してくれません。18日、19日と新潟の柏崎原発、刈羽原発も見てきました。新潟の柏崎にある、PR 館では原発は安全だよと、何回も言っておられました。原発は本当に安全なものでしょうか。絶対安全なんてないんです。19日、20日と、東電、要請、省庁要請をしてきました。そこで僕たちが見てきたものをしっかり国に伝えてきましたが、国は本当に何も考えてないです。本当に何も考えてないんです。自分たちの声を届けても再稼働するかしないかは判断できない。こんなに多くの人間が反対をしているのに原発が止まらないんです。僕は事故から原発、核と人間は絶対共存できないと思って脱原発、活動しています。自分たちの命というのは国の財産です。私たちの命を守ってもらうためにしっかり自分の家族、自分の友達しっかり伝えていってもらいたいと思います。自分たちの声が届かない限りは原発は動いちゃいます。ここにいる1万人の皆さん、今日帰られたら家族に絶対伝えてください。原発はそういうふうにやっていかないと絶対に止まりません。廃炉になりません。ここにいる、1万人のみんなと、これからも脱原発社会を目指してしっかり声を上げていきましょう。ありがとうございました。富田さん、どうもありがとうございました。何かあります？はい、じゃあ撮影していただいて、はい、ありがとうございました。それでは続きまして、皆さんのところに集会決議文は届いてますかね。もしない方は本部の方にありますので、帰りに持って行ってください。この集会決議文の読み上げをしていきたいと思います。読み上げは井上さんです。お願いします。ご苦労様です。集会アピール案を提起させていただきます。これ途中で配りましたので、もしかすると全員にまだ行き渡ってない部分があると思いますが、まだ残っておりますので、後ほどデモに出る前に受け取っていただければと思います。では集会アピールを案を読み上げさせていただきます。福島第一原発事故から8年が過ぎました。今日私たちは原発事故の収束がはるか遠くにあること、原発のもたらした影響は未だ深刻であり、被災者をはじめ多くの関係者を深く傷つけていることを知りました。安倍政権はオリンピックに向けて福島をなかったことのように全ての事実を覆い隠そうとしています。そのことは被災者を傷つけるものであり、断じて許すことはできません。福島を忘れることは第二第三の福島を引き起こすことにもつながります。現在26基の原発が廃炉決定または予定となっています。原発は今確実に廃炉の時代を迎えています。電力各社は9基の原発を再稼働させていますが、東海第二原発をはじめとして再稼働をめぐる状況は極めて厳しいものがあります。また原発の新増設リプレースも脱原発の大きな声の前には困難です。原発や関連施設の老朽化、廃炉作業の遅延、使用済み核燃料の最終処分など困難を伴うさまざまな問題が山積しています。
原子力政策が今後好転する見込みはありません。原発が動けば動くほど核のゴミは増し増え、原発事故の危険性と背中合わせで暮らさなければなりません。だからこそ原発の再稼働よりも廃炉が強く求められていることは明らかなのです。原発核燃料サイクルはそのリスクやコストを考えると経済的合理性がないことは明確であり、原子力の存在意義そのものが問われています。今こそ政治の責任において原発のない社会をどのようにして作り上げていくのかを徹底的に議論するべきです。昨年3月9日原発ゼロ基本法案は立憲民主党、日本共産党、社会民主党、自由党のほか無所属の議員有志によって衆議院に提出されました。法案は全ての原発を速やかに停止し、法施行後は5年以内に廃炉を決定する、原発の再稼働はせず新増設リプレースは認めない、使用済み核燃料再処理核燃料サイクル事業は中止する、放射性廃棄物プルトニウムの管理と処分を徹底するなどの基本とするものです。その法案は提出以降今日まで衆議院の経済産業委員会で一度も審議されていません。されていないままとなっています。現在委員会の多数を占める与党などによって審議が拒否され続けています。4月に衆参同時選挙になれば衆議院の解散でこの法案は一度も審議されないまま廃案となってしまいます。安倍政権はエネルギー基本計画を改定し、いまだ強引に原子力推進政策を進めていますが、実態は再稼働核燃料サイクルは行き詰まり、アベノミクスの中心であった原発輸出は次々と頓挫しています。このような状況を真摯に認め、原発のない社会に向けての議論を開始することが日本の未来にとって重要な課題です。原発ゼロ基本法案の審議を直ちに開始し、新しい再生可能なエネルギー社会を実現しましょう。私たちは国政の場で福島の課題の解決に向けて、脱原発社会の現実に向けて真摯な議論がなされることを強く求めます。2019年3月21日さよなら原発全国集会参加者一同、決議文は国会に提出いたします。それではこちらで皆さんプラカードアピールの時間になりました。プラカードを掲げて一緒にコールをしていきたいと思います。原発事故は終わってない、原発事故は終わってない、原発事故は終わってない、原発いらない、原発いらない、再稼働反対、再稼働反対、原発いらない、再稼働反対、原発止めよう、みんなで止めよう、原発止めよう、みんなで止めよう、子供を守ろう、命が大事、いただきます。閉会の挨拶は藤本さんよろしくお願いします。ついでにデモの指示もお願いしたいと思います。今日は天気の挨拶ではない、本当にいい天気になりました。福島の
第一原発の事故から8年が経ちました。私たちは何度も何度も様々な場所で声を上げ続けてきました。私たちは原発のない社会を求める。安倍政権は私たちの声を聞かなくてはなりません。本当に多くの国民が脱原発を求めているにかかわらず、政治はその声を聞かない。そんな民主主義の社会がありますか。今ここで、ここに一番に集まったこの皆さん全てが主権者ではありませんか。日本に生きる市民ではありませんか。日本に生きる人間がこの国の姿を、この国の将来を決めるのではありませんか。安倍政権は人の命を、私たち一人一人の命を一個だにもしません。今日沖縄から連帯の挨拶がありました。沖縄でも沖縄県民の辺野古はいらない、新基地はいらないという声を全く政府は聞こうとはしません。昨年は働き方改革、そして外国人労働者受け入れのための入管法改正で国会が動きました。臨時的事情のある場合、年間720時間、月100時間もの時間外労働が許される。100時間は過労死ギリギリの時間ではありませんか。外国人はあの奴隷労働ともいえる5年間の技能実習期間を超えて10年間働くことを許す。その10年間は家族の帯同を許さない、家族と離れて10年間も日本で奴隷労働を強いられる。一人一人の命を考えていきましょう。一人一人の命の尊厳を私たちは政府によって踏みにじらせてはなりません。福島連帯キャラバンの報告がありました。福島の今、私たちはしっかりと向き合おうではありませんか。仮設住宅で一人で孤独に亡くなっていく人が後を絶ちません。ふるさとに帰れません。そして子供たちを返すことができません。しかし安倍政権は福島をなかったものにしようとしているのではありませんか。なかったことにさせてはなりません。原発はなかったことにしましょう。原発はなくしましょう。だけど福島はなかったことにはできません。前回は雪でした。前々回は雨でした。今日はこんなに晴れました。空が晴れない、空が晴れる日は必ず来る。晴れる日は必ず来る。